アリサのライジング TV 第4弾となるアリサのライジング TV。 今回は先日行われましたボーリングファンイベントの様子をお届けいたします。さらにダンスボーカルユニット RZ の試合後のオフ映像を撮影してきました。歌って踊るだけじゃない RZ の魅力をお届けいたします。まずはこちらからどうぞ。しました。続いては皆さんと一緒に歌とダンスでチームを応援しているダンスボーカルユニット RZ の試合後の様子を撮影してきました。普段は見ることのできない彼女たちの素顔をご覧ください。それではどうぞ。企画を用意してます。本当にゲーム持ってきました。ゲーム持ってきました。私たちがゲームに、ひょっこりはんゲーム。私がナナコです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 。タツオと申します。いや、俺がタツオ。俺がタツオ。いや、俺がタツオ。そうだよ。そうですね。何のゲーム？ガッツリハンゲーム。ガッツリハンゲーム。あ、ガッツリハンゲーム。あれもタツオやもんね。タツオ。俺がタツオでーす。あ、始めまして、タツオですよ。いやいや、タツオで、俺やけど、タツオ。タツオ俺やけど。タツオで、タツオで。ひょっこりはんゲームはじゃあやめるんですか？え、なんでも、でも今もう終わり、今終わりました。いやいや、もうちょっと見たいということでやってもらいました。 RZ 白から始まるやる気満々ゲーム。RZ のやる気満々ゲーム、罰ゲームを受けるのはどのメンバーなのか。来週もメンバーの賑やかなオフ映像を引き続きお送りいたします。個性あふれるメンバーたちの素顔をお楽しみに。